僕単身赴任なんですけど。ああ家族沖縄にいて。そうですよ、はいはい、嫁と子供は沖縄にいるんですけど、はい、誕生日プレゼントで、はい、カビゴンが欲しいっていう息子の依頼があってプレゼントしたんですよ。大きいカビゴン、はい、はい。最初に受け取ったのが向こうのおばあちゃんで、はい、なるほどなるほど。そのおばあちゃんから LINE が来まして、はい、見てくださいこれです。でかいなお前。家狭くなるよって。東京ハブストーリー。沖縄を離れて本土で暮らす沖縄人を毎回ゲストに迎えて、どんな思いでどんな生活を送っているのかっていうさまざまなハブストーリー、ハブストーリー、はい、エピソードをユンタクする番組。なるほど。それが東京ハブストーリーでございます。今日もねちょっと東京ハブストーリー、はい、どうもこんばんは。こんばんは、はい、あれめちゃくちゃいい声。いい声。え、でも沖縄出身の方です。はい、沖縄出身です。沖縄っぽくないですね。頭のいい人から出る空気が、はい、そう初めて言われた。はい、あ、いやいや、冬のボーナスえげつない感じ。感じのね。ちょっとですか。ちなみにどこ中ですか。どこ中？ね、長峰中学校っていう。長峰中。昭和の何年の生まれですか。昭和54年です。54年の生まれの長峰中。はいはいはい。5つぐらいシージャーってことですか。そう、5つ6つシージャーですかね。はい、あ、シージャーの。はいはい、シージャーですよね。先輩ですね。ごめんなさい、緊張してるみたいなんで早めに酒入れましょうか。はい、そうしましょう。じゃ、乾杯。乾杯。マジで美味しいんだよな、これ。うまいな。結構飲みます、ビール。一応ね、飲みますね、はい。もう、あ、そうなん。仕事でね、はい、結構飲みますね。あ、そっか。そうなんですね。いや、似合うなぁ。ビール似合いますね。これ、はい、私の、あら。東京ラブストーリー、ハブストーリー。今回の。本人用です。はい、ちなみに、何やってるか。あ、うわ、そうですよ。そうですよね。何やってる人に見えます。しーごさん、何をやられてる方だと思いますか。でも僕は、はい、僕の人生で出会ってきた中で考えると、はい、この感じの方は、はい、税理士さん。あー、なるほど。うん、ちなみに正解では正解は、我是在日本貿易会工作。日本貿易会工作、主要促進日中两国之间的经贸合作。わわやよりたっぱかくな。なんとなくわかる。なんとなくわかる。なんとなくわかる。え、中国語ですか。正解。中国。中国に関連したお仕事ってことですよね。いや、ちょっと待ってください。中国語喋った後の一杯めっちゃうまそうじゃないですか。確かに。だいぶ心落ち着いた。仕事の後の米一杯って感じ。すごいな。ゴーゴーランプ光った後みたいな。めくってみましょうかね。はい。1ページ目。1ページ目。ページ目。じゃーん。え？待って、いきなりすごい写真じゃないですか。左にいるのが私なんですけど、はい、え、嘘でしょ。この中にいるんですか。右の人があると思います。これあれすげえ。これ習近平さん。正解。嘘でしょ。すごい人来たよ。すごい人来たよ。2発目にして。え、この前の方は。この人は私の職場の会長です。会長さん、はい、私が中国語、うん、この人が話す日本語を中国語にする、はい、で習近平に伝える。習近平に伝える。すごっ。俺習近平に会ったことある人初めて会った。確かに。もともと別に親が中国人とかではないから、はい、中国語ゼロから大学、沖縄の大学で勉強したんですけど、はいはいはい、中国語検定とかの一番いい一級とか、うん、中堅一級って、はい、年に1回しか試験やってなくて、はい、毎年5人から10人ぐらいしか合格者が出ないので、へー、なので今日本で一級持ってる人って多分300人か400人ぐらいで、多分そのうちの半分以上中国人だと思います。あー、すごい。うちなんちはもちろん一人ってことですよね。うちなんちで持ってるやつ一人は知ってる。
あ、じゃあもう知ってる限り2人しかいないぐらい、まあ、そのくらいです。これ中国語系で1級っていう資格が、はい、大学から中国語を始めたんですか。はい、もうゼロから。大学はどちらだったんですか。沖国大。沖国で、はい、じゃあそこで取るまではもともと中国に興味があったとか中国が好きだったっていうわけではなく。いや、中国は好きだった。あの三国志とかなんかそういうもの好きで中国語で読めたらいいよねみたいな思ってたんですけど、それでやったら超面白くて、ほうほう、うん、中国語ってなんか変なまあとかまあとかなんかあるじゃない、はい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 、あれで意味が変わるらしい、変わるって言って。そうですよね、確かあでもなんか4つか5つぐらい言い方で意味変わってくるんですよね。まあっていうお母さんがいて、はいはい、それが馬を罵るっていうのを中国語で言ったら、はいはい、まあ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 って言うんですよ。面白い。面白い。もう一回言ってください。まあ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 。すげえ。まあしか言ってない。今ので意味が？あれでマーカーさんが馬を乗した。ほー。面白いさ。面白いです。沖縄もだから面白いんですよ。動物の亀いるじゃないですか。亀さんその餌を食べなさいっていうのを沖縄弁で言ったら何だった？まだ亀亀亀亀しか出てきない。違う。これ沖縄で流れてるのよ。まあまあまあ一緒。違う。相性。うちのやつはみんな知ってるのよ。すぐつながった。お前内地でやってるからって沖縄に向けてそれないよ。大学卒業してからも、はい、もう中国語しか興味なかったんで、はい、沖縄県がやってる語学センターみたいなのがあって夜そこで勉強させてもらって。はい、でなんか沖縄県がやってる留学のプログラムがあるから、はい、ってそれに応募させてもらって、はい、で合格して北京で1年間通訳の勉強をして、頭いいな。で2年目がなんか東京での通訳養成学校がやるプログラムだったので、はい、で東京来てそこからずっと東京。ああ、そういうことなんだ。そこからまあ今のお仕事されるようになって、まあ、習近平に会うようになるわけじゃないですか。なんかそ待って、それ入ってこないよ。入ってこないよな。すごいすごい名前すぎて。で僕もあの見たことないカンペ見たんで、あの初めて読みますけど、はい、習近平ってどんな人？いやカンペも雑だな。いやそんなカンペ聞いたことある。カンペ史上一番俺面白いかも今。なんかね、やっぱりすごくどっしりしてる人で、あ、やっぱりいいなって感じ。あんまりその、はい、面白いことを言おうとか、はい、なんか機嫌を取ろうとかそういう感じじゃなくて、やるときに、はい、日本と中国の間で、はい、政治、まあ、ちょっと政治的ないざこざみたいなのがあって、なんか怒られそうだなとか思いながら。そっか、日本と中国の外交上の関係性によって、うん、習近平の言葉が変わるかもしれない、その場にいるってことです。うわ、すげえ、すごい話だな。俺が通訳間違ったら恐ろしいことになると思う。そうですよね。国際問題になりかねない、まあ、ぶっちゃけた話、はい、その外交交渉で、はい、くわー複雑。こういうのどう編集するのよ。中国語の通訳を務め、習近平とも出張ルーが長峰中のユーキーと遊郭。例えば、訳す中国語を喋った方が何々をお前がしないといけねえんだよって言ってたとして、うんうんうん、あ、ちょっと言葉が強いなと思って訳すときに何々をあなたにしていただきたいと言ってますって訳すみたいな、そういうことも通訳がやったりっていうのはしない。あ、しない。それはしない。通訳はそれをしてはいけないです。あ、してはいけないですね、はい、通訳っていうのは、あの要は言語の置き換えなんですよね、はい、あのでその置き換えた結果同じ情報にならないといけないっていうのがあって、怒りとか、はい、喜びとか、はい、そういうものも同じ価値に訳出しないといけないっていうのがあるの で、あの相手が怒ってるのに、はい、その怒ってるのを薄めるような訳し方をするとかいうのはダメです。うわー、だから、まあ、面白い。まあ、ぶっちゃけた話、はい、その外交交渉で、はい、この正確に訳した結果戦争になるってなったとしても、はい、正確に訳すしかないんです。くわー複雑。一回預かるのもね、正確に訳した結果、はい、戦争になってしまったとしても、はい、通訳には責任はない。だけど通訳は不正確に訳した結果戦争になったら通訳の責任。あー、すごい仕事だ。ある意味ではプレミアムシートですよ。一番近くで一番言ってはいけないことを一番先に聞けるっていう。そうだよな。そうなんですよ。じゃあ
はい、じゃあ次めくっていただくと、はい、はい、私上が小学校1年生の時の私、はい、下が高校生ですね。高校生、え、はい、これ社会人3年目じゃないですか。いやいやいや、その感じはありますね。でも昔から老けてて、うん、はい、あの高校の同級生に、はい、女の子に、はい、あなたの人生は後半勝負だからそいつ何なんですか、何を知ってるんですか。友達の面白さよ。いやー、そうなんだ。そうそう、 前半は耐えれって言われてる前半は耐えろ、前半は耐えろと前半は耐えろって今ちなみに前半後半どこにいる感じですか。多分ハーフタイムちょうどこっからなんだ。ちなみにこれ書いてますけど、うん、一滴も酒を飲まない大学生活って。そうなんですよ。あんまり酒よりも、はい、本当に中国語の勉強ばっかりやってて、あんまり大学生の時にどっか遊びに行ったとかもあんまりなくて。あ、そうですか、うん、当時中国語ってめちゃくちゃ人気あって。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ人気あったんですよ。もう教室に入らんぐらい人が登録しに来てて、なんか中国がオリンピックがもう北京になりそうだとか、なんかこれから発展していくから、まあ、中国語勉強してたらなんか仕事で使えるんじゃないのみたいな。ありました、あって、その時期ありましたよね。ああ、でもうめっちゃ人気で、くじ引きでなって、うん、くじ引きで当たらんと授業受けさせてもらえんみたいなのがあって、はいはいはい、で私あのくじ引きやったらダメで外れて、はい、1年間中国語勉強できなかった。で2年目の時も、はい、今度こそ中国語やろうと思って、うん、取りに行ったらまたダメで、くじ引きで、くじ運が引きが弱くてですね、やっぱりあの人生後半勝負だから前半ダメなんですめちゃくちゃ同級生の言葉刺さってます、ね、刺さってトラウマです、もう頭に来て、はい、中国語の専任講師のところに、はい、ちょっと中国語を取らせてくれってお願いしに行ったら、はい、当時沖縄国際大学の2部、はい、社会人とかが取りに来る夜やってる授業で、はいはい、まあ夜だからそんなに人もいないので、うん、取れるだろうっつって夜間で勉強した、夜間6時半から8時ぐらいまでのやつで取って、はい、留学生がいっぱいいたんですよ、うん、あ、中国から、中国から来てたの。でこの人たちがもうすごい真面目で、うん、もう授業サボらん人も多いし、はい、成績も、ね、日本人の普通の学生よりも成績優秀な人も多いし、はい、ね、外国語で授業受けてるんですよ、はい、彼らから知った外国語で、はい、そっか、だけど成績優秀で奨学金ももらってみたいな、うん、で親に仕送りしてたりとかしてるし、バイトもしてる。そう、私那覇校でサッカーばっかりし、サッカーかゲームイン那覇にしかいなかった人懐かしい、ゲームイン那覇懐かしいな、懐かしい、ゲームイン那覇かゲームイン那覇2かのどっちかだったんですけど。2あったんですか。サンライズ通りっていうのがだったかな、ね、2あんまり行ったことない。亡くなったのが琉球新報とかに載ったぐらいの、はい、我々の心のオアシスだったんですけど、だからサッカーかゲーセンにしか行ってない人間だったんで、はい、大学浪人して、はい、で1年浪人して沖国大に入ってるんですよ。はいはい、まあさすがに浪人して親にも金出させてもらってやってるんだから、うん、真面目にやろうと思って入ったら、うんうん、日本人学生より中国人留学生の方がすごい真面目にやってるわけ。すごいです。当時まだ中国ってそんな豊かじゃなかったので、うん、もうなんか、うん、そう、なんか親戚から金借りてきたみたいな人とかも結構いて、うん、かけて日本に勉強しに来たみたいな人たちだったんで、あ、なんか、あ、これいいなと思って、この人たちと付き合った方が面白いなと思って、で中国を習ったらニーハオって習ったら、はい、もうすぐこの人たちに今日はニーハオって習ったって言いに行ったりとかして、それで、ま、勉強したらすぐ使う場所みたいな感じで、それで、ね、英語みたいな勉強したけどいつ使うのみたいな感じじゃなくて、うん、もう勉強したらもうすぐ使ってっていう感じで、まあ、言葉との出会いもだし、人との出会いもいい出会いがあって中国に。ああ、本当そう、うん、そうですね。今でも大学の時に知り合った中国人と仲良くしてます。ああ、そうですか。東京にいて、沖縄を感じる時と、うん、まあ、中国で沖縄を感じる時って、うん、どっちの方がこうちむどんどんするものですか。はい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 、いい質問な、私ね、ありがとうございます。中国行った時って、はいはい、あんまり外国に行った感じがしなかった。ほうほう、言葉は確かに違うけど、はい、食べ物とかも結構似てる。沖縄と、沖縄へー、これめくる、はい、めくりますとね、ちなみにめくる、はい、食べ物が似てるって言いますよ。これ見たらどう見てもサーターアンダギーでしょ。ほんとだ、何これ、ごまがついてる。
これサーターアンダギーにしか見えないんですけど、はい、これ中国のお菓子なんですよ。中国の、この、 開く、口が開く、笑うって書く、中国語は開口シャオって言うんですけど、開口シャオ、うん、こうパカって割れてるみたいな感じになってるじゃないですか、なるほど。まんまサーターアンダギーじゃん。そうそう、あるんで、これ北京とかにもあるんですよ。チンスコもあるし、ある、チンスコ、中国語でチンチューガオって言うんですけど、面白っ。もう一回いいですか。チンチューガオ下ネタにも聞こえる。サンピン茶もあるし、サンピン茶は中国語、ジャスミン茶、中国語だとシャンピエン茶って言うんですけど、シャンピエン茶、シャンピエン茶って言うんですけど、シャンピエン茶もあるし、サンピン茶ですね、はい、はい、シーミー、はいはい、中国語にもシーミーあるんですよ、はいはい、生命って書くんですけど、生命チンミンって言うんですけど、はいはい、あるし、はい、あと石岩島、はいはい、とかもうめっちゃもう まさにそのまんま、あ、そうなんだ、あるし、やっぱそうなんですよ。あ、これ一覧、はい、石岩島、お墓、お墓、亀の甲羅みたいな墓でしょ、はいはい、あれ中国の福建省と もう全く一緒。あ、そうなんですか。中国は今でも旧正月やってるし、はい、内火火もあるし、ヘチマってこの大和の人食べないですよね、はい、沖縄の人食べるじゃないですか、はい、で中国も普通にヘチマ料理にして食べてるし、はい、ゴーヤーチャンプル、ゴーヤーチャンプルもあるの、あるもうで、カチャーシーは何、カチャーシーって、カチャーシーは、はい、なんていうか、カチャーシーの決まりで東進堂行ったんでしょ、はい、東進堂行ったらどういう意味かって言ったら、中国から船がやってきたっていう意味なんです。東進って東の船、はいはいはい、東って中国じゃないですか、うん、中国の船がやってきて、うん、みんな大騒ぎしてる、はい、だけどなんかそれを気にしないでなんかトゥルバってるのは若狭町のどっかの情報短命だけしみたいな、うん、そんな歌なんですよ、はいはい、そのぐらい中国から来る船ってすごいいろんなものを持ってきてくれるみたいな、喜びの象徴だったんですよ、ね、だからカチャーシーで踊られるんです。そのぐらい中国と仲良くやってたっていうのを象徴する踊りなんですよ。はあ、知らなかった。勉強になる。あ、じゃあやっぱり僕らが、うん、沖縄に行ってこれ沖縄の文化って思ってるもんが、うん、やっぱり琉球王国時代にいろんな国からの文化が混ざり合ってる中で、中国にもともとあったものが沖縄に根付いてるみたいなことなんですかね、うん、そうだと思います。中国のは多いと思いますね。あ、そうなの、うん、じゃあ結構パクリって言ったら変ですけど、うん、もう教えてもらったのが、教えてもらってることが多いですね、うちなんちは。いっぱいあります、うん、あのうちなんちがっていうじゃないですか、はい、ありますね。あ、じゃあ一緒ですね、一緒ですね。あのうちなんちがなんかアイヤーっていうじゃないですか、はい、あれは中国語由来ですか。アイヤー言いますね。あ、やっぱ同じニュアンスで使います。驚いた時にアイヤーって言いますね。あ、じゃあ一緒っすね、一緒ですね。アギジャミヨイみたいなことだ。あ、アガーは違うな。あ、違います、うん、足踏まれた時とかアガーって言うでしょ、はい、うちのアンチは、はい、中国人は足踏まれたらアイヨーって言うんです。はい、アイヨーって言うんです。アイヨー嬉しそうじゃない。確かにアイヤーじゃなくてアイヨーって言うんです。てかそもそもあんま足踏まれることがないんだよ。あっち人口多いから。あ、そういうこと、うん、重要目的に。あ、そういうことだね。中国の酒持ってきました。中国のお酒、はい、中国のお酒を持ってきました、はい、飲んでみます。わざわざですか。ありがとうございます。これあの、はい、私が北京に留学してたんですけど、まあ、北京の普通の人が飲む、高級なやつじゃないんですけど、はい、普通の人が飲んでるお酒で、アルゴートーっていう名前のお酒なんですけど、はい、これ56度です。56度、強っ。割らずにってことですか。割らないよ。嘘。中国人って酒を水で薄めるとか氷入れるとか意味わからん。おじいと一緒だ。なみなみと飲むとやばいので、はい、ちょっとだけ入れます。50何度でしたっけ。56度。6度。このくらいにしましょうか、はい、ありがとうございます。あ、すいません、はい、ありがとうございます。中国の方のお酒の飲み方とかもあるんですか。これは、はい、あの宮古島のお通りってあるじゃないですか、はいはい、お互い口上を述べて、はい、ありがとうございますとか、あなた素晴らしいねとかなんか褒めながら乾杯をして、乾杯をしたら一気に飲む、一気に飲むっていう、あのちびちびはダメです。あ、もうぐっと飲み干すもんなんですね、お酒。はい、ということで半次郎さん、もうこれからますます売れることを願って乾杯します。うわ、嬉しい、はい、乾杯、乾杯ってやって、これです。あ、うわ、さすが。ちょっと待って、後味うまっ。
あ、そうですね、うまい、うん、後味めっちゃ美味しいですね。本当だ、なんかピーナッツっぽいというか、なんかピーナッツバターっぽいですね。そうですね、コーリャンとか穀物を発酵したものを蒸留させて作るんで。え、沖縄ってよくこの瓶にピーナッツ入って売ってる時あるじゃないですか。あ、その後に入れた酒とかじゃないですよね。匂いだけついてる。いや、ぐらいピーナッツ。そうね、よくこう酒に潰れないようにお互い頑張るとか言うじゃないですか。だけどあれだね、負けるね、強い、めちゃくちゃ強いです。はあの人たちはもう酒が仕事みたいなもん。なるほどね、はい、そこでも絶対負けたくないっていうパワーが、絶対負けられない戦いがそこにはあるあるんですよね。度数強いけど、はい、あの青森みたいな蒸留酒なので、はい、あの飲んでも二日酔いはあんまりしない。はあ、中国ってあれヘパリーゼみたいなのあるんですか、なんか二日酔い。あの、ね、今沖縄がねウコン、はい、のあの二日酔い止めみたいな、はい、あれを売ろうと思って頑張ってます。ああ、やっぱそうなんですね。今それを私あの何とかしようと思って。あ、それそっち側にも入ってるんだ。なんたって14億人いるマーケットですからね。そうですね、いやらしい名してますよ。一回火がついたらもうね。せっかくなんで最後にね、はい、泉川さんの今後の夢をね、はい、お伺いしたいなと思うんですけど。まあ、そうですね、うん、あの東京に来て、うん、何年だろう、18年、うん、まあ、沖縄離れて18年、はい、まあ、一応今中国と日本の交流、経済的な交流をやろうということであの頑張ってますけど、はい、まあ、沖縄とも中国とどんどん仲良くやっていきたいなと思っていてですね、うん、なんか日本と中国ってなんか政治的にはこう緊張してるみたいなんですけど、はい、ビジネスでいうとアメリカよりも10兆円ぐらい多く貿易してるんです。2021年一昨年で38兆円ぐらいなので、38兆円って沖縄の全経済活動で5兆円いかないので、もうものすごい活発なんですよ。それでいったらもう全然仲良くやってるんですけど、まあ、そこはあまりあの普通にやってるからニュースにならないから、事件が起こるとニュースになるけど、何もないと普通にやってるからニュースにならんからなんですけど、まあ、仲良くやってきたし昔も、うん、今も仲良くやれると思うんで、なんか悪く言われるのはやっぱり中国をもっとよく知らないといけないと思うので、うん、やっぱりまあ実際行ってみるとか、はい、うん、来た人たちといろいろおしゃべりして輸託してみるとか、まあ、中国ってあのそんな、なんていうかニュースとか新聞とかだけで見るような感じでもないよねっていうのがよく分かって、もう交流が深まっていけばいいなっていうふうに思っていて、これからもそういう橋渡しをしてどんどん中国と沖縄が仲良くなっていくようなことができたらいいなっていうふうに思ってます。いや、素晴らしい、すごい、本当だね。いや、本当にそうですね、うん、さあちょっとね、はい、泉川さんのねお話をたくさん聞いてきましたけども、うん、谷さん、はい、泉川さんどんなお方でしたか。いや、これね、かなり、うん、いっぱい考えましたし、本当はもう月一でモアイしたい中なんですけど、本音を言うと、本音を言うと、もういろんな情報もっと聞きたい。確かに聞きたいことありすぎる。でもやっぱり、はい、若い時、まあ、言われた、うん、あなたは人生後半勝負よと、はいはいはい、言われたにもかかわらず後半成功してるんちゅですね。ああ、はい、なるほど、うん、あと実は結婚してるんちゅでもある、はい、妻も南城市の、あ、そうなんですか、なんていうんですか、あ、奥さんうちなんちゅう、そうなんだ、はい、その奥さんがあなたは人生後半勝負って言ったわけではない、あ、違うんですけど、ね、あ、違う、はいはい、あ、そういう風にしてもらえませんか。素敵な撮れ高でした、はい、ありがとうございました。ハブピー、来週もご覧ください。ハブピー。